ご通行の皆様こんにちは。私横浜市会議員無所属の井上さくらでございます。今日はこちらで私の市議会報告お配りしております。ぜひお持ちになってみてください。統一地方選挙が始まります。私が所属している市議会、そして県議会と県知事と一遍に選挙になります。この4年に一度の地方選挙というのは、皆さんの生活に一番身近な問題を扱っている議会ですから、皆さんの生活実感から今の政治に対しての一つの答えを出す、とても大事な機会だと思います。ぜひぜひ、じっくり考えて一票投じていただければと思っております。ちょうど4年前、まさに東日本の大震災が起きた3月、この3月でした。選挙の直前に大震災があり、津波と、そして原発が次々に爆発をするという、今思い出しても衝撃、本当に忘れることができません。私はこの4年間特にこの原発と、そして放射能の被害からどう市民の命と健康を守るのかということ、これも一番身近な自治体がやるべきことだと思って取り組んできました。例えば子どもたち、一番この放射能の被害を受けやすいと言われています。だから子どもたちが食べるもの、学校の給食などはとにかく安全第一でなければいけないと思いました。お母さんやお父さんたちももちろんそうだと思います。福島の原発事故が起きた直後から、横浜市議会には小学校の学校給食、これが放射能に汚染されてないのかどうかちゃんと検査をしてほしい、こういう署名がたくさん集まってきました。私もぜひそうするべきだと思って議会で主張をしました。でも皆さん当時どんな風だったかご存知でしょうか。実は大政党を含めて市議会はそんな必要はないんだと、食べ物は安全だと政府が言ってるんだから、国が安全だと言ってるんだから、横浜市が何もする必要はないんだと、こういう話だったんです。私はですから議会の中で少数ではありましたけれども、国が安全だからといって本当に責任を持つのは地方自治体でなければいけないからと、このお母さんたちから出された給食の放射能検査の請願、主張をして通すようにしましたけれども、結局全ての大政党が反対をして否決をされてしまいました。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。そしてその後です。横浜市では学校給食に放射能に汚染をされた牛肉をたくさん食べさせてしまった、全国で最も被害を出したのがこの横浜市です。小学校の給食になんと当時で1400ベクレルという汚染をされた牛肉が出て、子どもたちに食べさせてしまいました。これは、あれほどこの学校給食の検査を求めていたのに、議会がその市民の声を否決をしてしまったために起きたことでした。もう二度とこういうことを繰り返してはいけないと思います。なぜあの時市民の声を議会は受け止めることができなかったんでしょうか。私はやっぱり今の横浜市議会、大きな政党ばかりが占めていて、当時の政党の党利党略であるとか、あるいは政党に献金をしている企業とか、あるいは大きな労働組合や宗教団体とか、そういうこの市民とはまた別の思惑で議会が支配をされてしまう、こういうことが起きていたからじゃないかと思います。これではやっぱりダメだと思うんです。私は数少ない無所属議員です。ですから政党に属しておりません。企業団体献金の支援も一切受けていません。だから大変なこともありますけれども、特定の利権とか、あるいは党利党略、そういうものに左右されずに市民が思っているところをまっすぐ議会で発言をしてきました。だから実は少数派ですけれども、市民の皆さんと一緒に運動することができて、そして例えばこの放射線対策のことであったり、災害対策や、あるいは子宮頸がんワクチンの問題など、
市民の方に大きな声が起きる、なかなか行政や議会がこれを取り上げない、そういう問題でも行政を動かすことができたと思っています。こういう力をぜひ皆さん、横浜市議会、私引き続き頑張っていきたいと思っています。ありがとうございます。よろしくお願いします。ご声援ありがとうございます。お手元に私の市議会報告お配りしておりますので、どうぞお持ちになってみてください。この地方議会というのは皆さんの生活に一番密着している場面ですから、そういう生活実感のところから今の政治への答えを示していただきたいと思います。